皆さんこんにちは、福岡在住の C です。今回は福岡でかなり有名なパン屋さんをご紹介していきたいと思います。今から行くところはブルージャムっていうパン屋さんなんですけど、ここは結構昔から営業されていて、で最近私よくインスタグラムで福岡の有名なパンを調べたりするんですけど、ここのブルージャムっていうところのパン屋さんのパンを福岡のインスタグラマーさんとかがよく投稿しているのを見て、とても美味しそうだなと思ったので、今回は初めてなんですけど行ってみたいと思います。テレビとかでも芸能人とかがよく紹介しているパン屋さんなので、かなり有名だと思うので、今回はそこのパンを紹介していきたいと思います。よくパン屋さんに行くので、これからも今住んでる福岡のパン屋さんを紹介できたら、いろいろ紹介していこうと思います。では早速行ってみよう。着きました。すっごくでかい、でかいでかいでかい。2階で食べていきたいと思います。わあ、美味しい。バターが結構多め、204円。基本ちっちゃめ、ちっちゃめなパンでいろんな種類がありました。焼きたてのベーコン、ベーコンとチーズのやつ、これ妹が頼みました。チョコラ餅、あ、中もチョコの生地だ。ちょっと中にチョコが入ってる。チョコすぐなくなる。なんかムースっぽくない？生地がなんかなんだろう、もちもちというよりかなんかチョコがちゃんと入ってるって感じの。ハニーサンド、ハニーサンドじゃない、ハニートースト。どこや、あ、甘い。
蜜、めっちゃ蜂蜜、上がめっちゃパリパリする、パリパリするほど蜂蜜が乗ってる、見て、めっちゃパリパリ、今日買ったのは1,2,3,4,5,6,7,8個なんだけど、全部ねコンパクトなサイズで、食パンとかもでかいのじゃなくて、なんかちょっとこのくらいのちっちゃいパンになってました。でいろんな種類があった。このハニートースト結構歯に詰まる、歯に詰まらんこれめっちゃなんかいっぱいついてるからね、歯につくことがこれから注意してください。コーヒー美味しい、水出しコーヒー、アイスコーヒー、すごい本格的なコーヒー、水出しの機械何名称わかんないんだけど、ちゃんとしたコーヒーも味わえます。なんか紹介したらあれやるね、肺活性、ね、ここのパン屋さんは結構ねしっかりこだわられています。国産小麦 100%、 国産バター使用、無添加、こだわりの製法、材料で、カフェでドリンク注文できるんですけど、オーガニックにもこだわってるみたいで、ジャムとかも別売りであったのでちょっと気になったんですけど、またちょっと来たいと思います。ここのパンすごく気に入った。平日限定のもあるんです、こうやって。いや美味しそう。これロックマダムも販売してあった。結構ねデザートもいっぱいあった。チーズケーキとかアフォガードとか、まあいいね、ちょっとかなり気に入りました。駐車場が広い、駐車場が広いです。ちょっとあんまり車乗せれないけど、はい、ということでブルージャムのパン屋さんで美味しいパンをいっぱい食べてきました。全体的にちっちゃいパンでした。で値段はだいたい200円から300円くらいで、結構珍しいパンがいっぱいありました。で生地がねすごいもちもちな感じが多くて、ハードパンもなんかそんな硬くなく食べやすい感じの歯ごたえでした。でここの、営業時間なんですけど、朝9時から夜の6時までになってます。で2階にはね結構広いスペースでカフェもあって、で外で食べることもできるのでかなりおすすめです。で場所なんですけど、まあ、近い駅で言ったら地下鉄の橋本とか次郎丸になるんですけど、ちょっとそこからね、歩いていくのは遠いと思うので、行くなら車で行くことをおすすめします。で高速だと福重のインターから車で、まあ、10分もかからないくらいかなって感じです。建物は、でかいのですぐ分かりました。で駐車場も結構こうあったので、今日日曜日だったんですけど止めることはできました。パンだけじゃなくて2階のカフェではデザートとかもあったので、ランチとかのメニューもありました。なのですごいねゆっくりゆっくり過ごせるようなカフェにもなってるので、機会がある方はぜひブルージャム行かれてみてください。では今回の動画はこれで終わりたいと思います。これからも定期的に福岡の情報で紹介したいものがあれば
紹介しようと思っていますので、気になる方はぜひチャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いします。 Vlog とかも結構最近撮ってるんですけど、それも楽しんで見ていただけたら嬉しいです。すいません、暗くなりましたが、今から買い物してお家に帰りたいと思います。今日も見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。